日本維新の会の会片山大輔です私は財務省の文書改ざん問題についてお話し聞きたいというふうに思います。今回の問題は、国民が一番知りたがっていた問題の国有地の交渉経緯が隠されていたもので、これは国民への配信行為であることにほかならないというふうに思っています。そしててて財務省はは件だと言ってるがこれは文書の数にぎなくて これを箇所数に変えるとです、ね、実にその300件を超えてるんですね、もこれはもうモラルの問題というよりは、もう私はやっぱり犯罪に近い、このように思います。そして、この今回の発表は一昨日でした、でそれまで財務省は、えー、捜査への影響、これを理由にです、ね、ほとんど何も喋ってこなかった、そして先ほどから話が出てるんだけれども、これ、先週の木曜日8日ですね、この時には改ざん後の文書を出してきて、もうこれですべてだ。 こんなことまで言ってたんですね、それがその数日後に、一転してこの報告書をこう出してきたで。まずこのですね、この前後の経緯が、ね、どうもよくわからない、これをきちんと明らかにすべきというのと、あとそれまで捜査への影響ということを盛んに言ってた、その捜査の影響というのは、この件に関してクリアしたのか、どういうふうにクリアしたのか、自主的に知見に接触をしたのか、その点も含めてお話しさせていただきたいです。太田理財局長 お答えを申し上げます我々は捜査を受けている立場なので、えー、捜査への影響というのは、あのずっと気にをしてたということは事実であります。ただ、先々週3月2日の日に朝日新聞の報道があって、その後国会審議のご指摘も踏まえて、調査をするということを申し上げました。その段階からは、基本的には国政調査権を反映する、背景とする国会からのご要請でございますから、 もちろん、捜査への影響は気にはしていましたけれども、それを相当程度乗り越える状況になっている。そういう意味で調査をしなければいけないという覚悟で臨みました。で、えー、ただ、その上で、えー、まず、そうは言っても捜査を受ける立場なんで、我々がきちんと自分たちで調べられるだけのことを調べないと、捜査にはあ、捜査機関に協力はいただけないという判断の下で、えー、事情あで、関係する職員から聴取もし、いろんな資料も集めと。 いいうことをやってまいりまりしたでそういう中で、ここまであれば協力がいただけるのではないかというふうに判断をして、協力がお願い、われわれが捜査機関の問題ではなくて、われわれの責任の問題ですが、お願いができたというのが先週の金曜日9日でございました。で それをお願いして協力していただけるかどうかというのは協力していただけないと作業が非常に進まないということと協力をしていただけるということは捜査への影響ということについて捜査機関のある意味でご理解が得られたということになるんではないかという思いも含めて協力をお願いしましたそうしたところ捜査の機関にご協力をいただけて それで、われわれの方が大阪地検まで、えー、お邪魔をして、そこで、えー、コピーを取らせていただいて、それがあ東京の財務省まで持ち帰られたのは、日付変更線が越えて、えー、10日の土曜日ということになったわけでございます。それで、その頂けた資料で、えー、最終的に確認をさせていただいて、私どもとしては10日に整理をつけて、えー、11日に大臣に報告させていただけた、そういう形で捜査の、今、委員からお話のあった捜査をどうやってクリアしたかと。 いうことはそういう形でクリアをさせていただいたというふうに考えてございます片山大輔君。じゃあ、法務省に聞きたいんですが、そのそもそも総総裁の影響というものを、ね、どういうふうに考えているのか、これをお伺いいしたいんですが辻刑事局長。 あの具体的な事件におきまして、捜査にどのような影響があるかということにつきましては、えー、まあ捜査機関の活動内容に関わることでございますので、法務省といたしましては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。ただ、あの各行政機関におきまして、国会審議、あるいはあの国政調査権を背景とした、あの ご説明を求められて、まあ、どのような説明をされるかということにつきましては、各行政機関においてご判断いただくことであるというふうに考えております片山大輔君。いずれにしても私はその、総裁の影響というのを、これ、財務省が隠れるようにする人は全くないというふうに思います。それで、そのこれも話に出てるんですが、その国交省の方から1週間ほど前に、その会談される前の文書の写しをこれ提供を受けた。 それも8日の理事会の日では、これ、報告をしなかったわけですよね、そうすると財務省に聞きたいのは、この間でどういう処理をしてたのか、そしてこれは誰の判断だったのか、これを教えてもらえますか大田理財局長お答えをいたします。日日の日に国土交通省から資料を,頂戴をいたたししました でその5日の日前後、さまざまな事情の聴取も、職員からの聴取もいたしましたし、われわれなりに、いろんな資料の書き換え前のものを探す,べす探すべく探索もしておりました。そういう中で大変、国土交通省からいただいたのは大変貴重な情報でありますが、一つの情報といえば一つの情報でありました。それで えー、すべてのものをとにかく我々なりにであの、揃えるだけ揃えて、その上で最終的には我々では揃えきれないものもあるし、あるいは揃えたものが本当に正しいかどうかということの確認もしないといけないということで、捜査機関にお願いをしてということは先ほど申し上げた9日とか10日ということでございます。それで8日の日は、あの、先ほど来の,のご質問で、 厳しいご指摘をいただいてますが、我々としては、ご要請のあったものを出している。ただし、それは8日の時に知っているものの、あの、書き換え前のが分かってたのは、それを出せということだったんだというご指示で、委員の先生方からご指摘をいただいていると思ってますが、その時点において、我々として、最終形これが書き換え前のものであるということを責任を持って言える段階ではなかったので、それも含めて、責任を持って言える状況にして、きちんとご報告をさせていただきたいと。あるいはそうしなければ、お認めいただけないと。 いうことで作業をしていたということでございます片山大輔君、一言、誰の判断だったのか教えてもらえますか大田理財局長そこは最終判断は、理財局長、私の判断ということでございます片山大輔君。それが不思議を招いているわけであって、それは、ね、やっぱり国会の場で言う,言うべきですよ、あの理事会のときに、それは調査中であるということで言えばいいんですよ。で、その判断がおかしいと思いますよ。 それが今のこの状態を招いているということをもっと重々にこれ、承知してもらわなきゃ困ります。それ、ちょっと時間がないので、その今回の,その調査結果について言うとです、ね、まあ、どのような調査が行われたらこれも実際にはきちんと明らかにしてないんですよね、まあ、それも問題なんだけれども、実際に国民が今、一番知ってないのは、誰がどのようになぜってところなんですけど、これについて今、どこまで分かっているのか、これ、お話しいただきたいと思うんですが。太田理財局長 あの、様々なところっていうか、特に最終的に人事処分につながるところの調査を引き続き、急いでやってますので、その結論が出るまではというふうに思っているところはありますが、あの、今の時点で申し上げられることは申し上げているつもりでございます。まず、誰がというのは、本省、財務省の理財局がと、の、で、えー、もう少し具体的には一部の職員がというふうに申し上げております。それから、あーなぜというのは、基本的には、 2月下旬から4月にかけて書き換えを行ってますので、それまで間の国会答弁について、誤解を生じさせないようにするためにというふうにご説明を申し上げてます片山大輔君えっと、ね。その2つについて聞きたい,聞きたいんですが、まずその麻生大臣もです、ね、その佐川氏の答弁とその文書の間に、そがあったというふうって言ってるんですね、そうするとこれ、1年前の佐川さんの答弁、これ、間違いだったということでいいんでしょうか。 麻生財務大臣 <coughs> あの3月12日の私の会見の話なんだと思いますけれども、あのこれ、一部のみが映像が流れて、確か8時かなんかでにあ情報が切れて、テレビが流れ,流れが止めてたんだと思いますんで、あのちょっと改めてあの全体を説明しますが、書き換えが行われてた経緯とか目的については、これ、最終的には。 書き換えの経緯等について、まあ、調査結果を踏まえる必要がまだありますのでその意味では書き換えられた文,文言だけを見る限りにおいては国会での答弁と去年の2月から4月からでの話をしたと思うんですがそれの誤解を受けることになるということにならないようにするためにらあの書き換えが行われたという旨を申し,上げて申し上げたというのがその時の背景だと記憶します。 片山大輔君えっと私もそのときの,の動画を全部見ました、だからその時第二に祖母とき、うおそごとおっしゃってる、そごとおっしゃってるんですね、そごがあるのでというふうにおっしゃってました、おっしゃってました、だからそのそごということは、やはりどちらかがおかしくなってる、間違ってるということだと思うので、そうすると1年前の答弁は間違いなんじゃないかなと、そでその前に、まあ、掲載文書はあるわけですから、だからそれは答弁が間違ってたということに今、なるんじゃないかなと思いましたが。 麻生財務大臣あのそうという単語を使わせていただいた、たぶん翌日の記者会見ではきちんと言わせていただいたと思いますが、あの答弁で誤解を受けることにならないようにするためというように、翌日の,あの記者会見できちんとあの申し上げさせていただいていると記憶します片山大輔君。それで、佐川さんはその、まあ、その1年前の答弁、あれだけ国民よくしゃべっていてですね、それで。 そのまあ、と普通は答弁するときはです、ね、事前に、まあ、その事実関係を確認してやるものだと思うんですけれども、それでそのときはもちろんその元々のその、もともとの決裁文書ってあるわけですから、だからそうすると佐川さんは、じゃあ、その、まあ、その、相互があるというかです、ね、誤解招かないと言ってあれば、そもそもその文書の事実関係をきちんとしてなかったのか、その決め打ちで話してたのかというような気もするんですが、そこはどうなんですか太田理財局長。 お答えを申し上げますあの国会を答弁するにあたっては、あ事務方があこれまでの国会答弁、あるいはそれこそ今、委員のご指摘の決裁文書等々をおもちろんきちんと見た上でえで、ー、答弁書を作ります、でその答弁書を当然、答弁するものは、それを勉強して答弁するのが仕事ですので、そういうことをやっておるということが基本だと思います。ただ 昨年あの2月から3月にかけて、急速に、それまで正直に言えば森友問題、前任の佐川も正直は全く知らなかったと思いますが、その中で激しくご質問をいただいて、それに対して一問一答のやり取りですので、その中で答えている中で、それはやや,やや雑になっちゃってしまったというものもあるかということと、もう一つは、あの今回のこの書き換えの前後を見てみると、あの 局長な、当時の局長なりには答弁したつもりのものが、いろんな意味で報道なりは、それは報道は時数が限られますので、えー、例えば、あ例えばですけれども、価格について提示というときに、予定価格ということは言ってるつもりでも価格提示と。 いうふうに変えてそうすると価格提示あったないということについて報道されているので、そういったということを前提に次の議論が始まるので、そうするとというようなことをまあ考えて、それで誤解を受けることのないようにと、今は例えばの例ですが、そういうことをやっていたということだろうというふうに思ってございます笠山大輔君。いやなんか苦しいだなと思います。それでちょっとそれもう一つねその 今回が理財局の一部の職員で行われたということ、まあ、そのこれまではいろいろとその内容についてはあまり説明がないのに、その部分だけは今回、断定されてるんですよね、うん、でこれはなんでなのか、これを教えてもらますか財務大臣、麻生財務大臣。この件についてはあの、国会の議論の中で大きな話題となっていたおりましたのも、われわれとしても非常に多く受け止めておりまして。 これは財務省としては、これ、全書を挙げて、これきちんとあの職員の聞き取り、いろいろ限定されておりますけれども、限定されてるのは、捜査関係で限定されてはおりますけれども、職員の聞き取りとか、文書の確認を行って、加えて、捜査当局のご理解と協力をいながら、決裁文書の書き換えの事実について、調査を実施をさせていただきました。で、書き換えが行われた経緯等については、まだ最終的には調査結果というのを、 生まれる必要があ,ありましのでどの部局の人間が関与したということでありましたんで本来であればこれは待たねばならないところだとは思いますけれどあ調査結果が出るのを待たねばならないところだと思いますが職員への聞き取りとか文書の確認などを通じて今般のこの件については昨年2月下旬から4月にかけて 理財局の一部の職員により、決裁文書の書き換えが行われたと判断することができたという調査の結果だと思っている、で書き換えが行われた経緯や目的とか <coughs>、個々の職員の関与がどの程度あったかについては、これなどの詳細については、今後さらに職員から聞き取り調査をしないゃいけないところだとは思っておりますけれども、いずれにしても、今の段階で申し上げられる範囲で答弁をさせていただいたということであります。 片山大輔君いやこれ,これがもし犯罪だとすれば、ですねまさにこれはその犯人につながるところだから、それこそね、私は捜査に影響を与えるんじゃないかと思いますが、これ、法務省、どう,いうお考えですか、えー、辻刑事局長あのただいまのお尋ねはあの、まさに個別事件における捜査の具体的内容に関わるということでございますので、えー、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます片山大輔君。 ましていずれにしろ今維新の方ではですねそのその行為を行ったのが理財局でやったというのであるから今その近畿財務局からその理財局にまあ出張してきていたその2月から4月にかけてその出張記録というものを今あの資料要請をしているのでぜひまあその財務省出していただきたいそういうふうに思いますそしていずれにしろその今回のキーマンがいずれにしろ佐川さんであることには間違いないので私はあの佐川さんが 前に出てです、ね、国民に対してきちんとこう真相を話すこと、これ、何より大切だと思いますが、これについて総理、どのようにお考えですか安,安倍内閣総理大臣。あのまあ、国会において、えー、説明するという、えー、お話だと思いますが、あのまあ、それはあのまさに国会の運営において、えー、どのように対応していくかということでございますので、まあ、委員会でお決めいただければと、このように思います片山大輔君。 私は総理のお考えとして、やっぱり行政府の長としてどういうふうに思っているのか、お伺いしたいと思います安倍内閣総理大臣あの。行政府の長としてはです、ね、まさにこれはあの国会のご要請があればということでございますが、しかし、現在、えー、佐川前局長はですで、ね、に銃口されているという事情もです、ね、ご理解をいただきたいと、こう思う次第でございますが、まあ、その上で、国会でご判断をいただきたいと、このように思います片山大輔君。 それで、えー、っと今回の文書、さらにちょっと見ていくと、ですねその特殊性や、まあ、本省承認といった文言もこう、まあ、削除されてるんですが、これについて財務省は、ですねその、まあ、問題の国有地について、まあ、3年以内の売買の貸付契約、これをまあ森友側の要請でまあ 10, 年間に10年に変えたことによるものだと言ってるんですよね、それで先ほども話があったんですが、それだったら私、わざわざ削除する必要がないんじゃないかと思う、それで、その本省承認だというのを丁寧に説明すればいい。 でそれを、ね、隠すとなると、隠さざるを得ないような,なんか要素がここにあるのかなという思ってしまうで、これについてはどうお考えですか。大谷長 お答えを申し上げます。今ほど委員から特殊性あ特例とか特性とかということについて削除されているんだけれどもというお話でございました。で、いずれも、あの、特例というのは、基本的に今委員があの例として挙げられたことなんですが、基本は3年のお賃貸借、貸借というのを10年の定期削除にすると。それが、あ ある意味での特例なので、それは特例承認と言ってるんですが、ということですが、そのことは、これまでも国会でもご説明、あるいは質疑の中でもと言ってご説明をさせていただいています。あるいは、特性という話は、基本的には、地下にある埋設物、それは契約の時に判明していたものを、それを取り除けば、土地の価値が増大するので、有益として、それをお支払いをすることになると。で、その結果として、土地の価値が、 高まったときには、それで貸付量があ、土地の価値が低いときには貸付量低いわけですが、その地下埋設を取ることに土地の価値が上がれば、その分だけ、えー、貸付け料を上げることもできるというようなことが決めていて、それをまあ特性ということで整理をしているわけですが、おっしゃる通り、特性も特例もいずれも説明ができることで、あの、以後、あの、正直に申し上げれば、この件はこれまでの国会の議論の中でも、あの、質問もありお答えをさせていただいていると、内容であることは事実でございます。 片山大輔君そしてその今、言われているのがその総理が去年の2月17日にその私や妻がその関係していたらまあ総理も国会議員も辞めるとおっしゃったまあ発言とのまあ関連性なんですよね、確かに議事録を見るとですねその後その佐川さんをはじめとするその財務省側の,その答弁もやっぱりねまあ強気になっているように見える、政治家の関与は一切ないだとか、価格についての事前交渉した事実はないだとか。 その総理の言葉に合わせるように、やっぱり度されたんじゃないかという指摘がある、これについて、どのようにお考えですかで総理でも麻生財務大臣総理の発言があったから、財務省の答弁が強めに変わったというご指摘ですか、今のご指摘、いや、答弁も強くなったんです。 強くに変わっていったのは、総理の意見を忖度した結果じゃないかというあ、あ関係ありません安倍内閣総理大臣。あのまあ、私が申し上げたのはです、ね、事実を申し上げたわけでありまして、私も妻もお、えー、国有地のお払い下げについてですね、一切関わっていないということまた認可について一切関わっていないということを申し上げたわけでありまして、まあそ,のえー、それがですね、 えーこのおまあ、今回の書き換えについてということであればです、ねえー、この文書の書き換えがあ行われたという、まあ、経緯については、あのえー、麻生大臣も、まあ、この党委員会で、えー、説明させていただいているとおりでありますが、これ、はの書き換え前のです、ね、文書を見ていただければ、一目瞭然だろうと思っております、書き換え前の文書を見ていただければ、私も妻もです、ね、一切関わってないということは明白、むしろ明白になっているんだろうと、えー、このように。 思いますあの妻の記述についても、それを見ていただければです、ね、妻が言っているわけではなくて、籠池氏が言っているということが書かれているわけでありますし、もう一点は、産経のウェーブ、いわば公開情報の引用に過ぎないわけでございますから、これも全く関わっているということについては、全く何の関わりもない記述であろうと、こう申しでございまして、むしろ見ていただければです、ね、明白になるんだろうと、このように思っております。 片山大輔君最後にですね、その今回はその財務省内で起きた不祥事をその財務省内で調査している、やっぱり私、これはおかしいと思います、やっぱり国会の中できちんと調査をすべきだと思います、えー、それについてどのように思うか、これ大総財大臣。これ、私でもたびたびご答弁申し上げます、えー、答弁をさせていただいておりますとおり、きちんと対応させていただきまダメ君、時間してます。 以上で片山だ。